はい、えー、冒険家の皆さん、こんにちは。えー、と前回ですねあの、砂漠なのになんか全然ああの暑そうじゃないとかっていうコメントをいただいたんですけど、砂漠もですね、実は朝晩は結構寒いので、えー、こんな格好で、えー、今日もサハラ砂漠から録音しております。はい、ではまたですね、今日もあのスライドをご紹介させていただきたいと思います。えー、っと、こちらですね。はい。はい、えー、スライド変わりましたでしょうか。 えと前回と同じようにです、ね、今回も、えー、ビデオはあの YouTube に公開していますっていうか、これからしますので、えー、いつでもご視聴できますが、一応スクリーンショットを撮ったり、えー、音声をダウンロードしたりしても構いません。また、えー、この一時停止したりとか、ですね、えー、早送り、えー、倍速再生など、えー、皆さんのご判断で自由になさってください。はいえー、このプレゼンテーションは Google スライドで作られていまして、 ちょっと今、ポインターがなかなか動かないんですが、こちらに、はい、えー、こちらの URL でご覧になることができます。これも後ほど、スラックの方に URL を貼っておきたいと思います。えっ、ー、と、著作権は、この右下にありますが、ここですね、はい、えー、右下にありますけどあのく、あの、クリエイティブコモンズになっています。えー、クレジットを入れていただきましたら、えー、著作権法の引用の範囲を超えて、例えばすべてをそのまま転載など、 してていいいただいても構ま,ませんで、はい、では早速、えー、今日の目標です、えー、前回の課題でコ、えードリストを作ってもらいましたがそのままではシラバスにはとてもできないと思うんですね、えー、あちょっと待ってくださいねこれはうーんとすいません <laughs> マウスが動かないさっきも普通に動いてたんですけど急に動かなくなっちゃうですね はいえー、っとしょうがない。前回の課題でその行動リストを作ってもらったわけです。えー、ですけど、あれはですねあのシラバスにはとてもできないんですね。えー、なんでかというとあの、レベルがもうバラバラだからなんですね。えー、それで今回は、えーあの、前回作っていただいた、あるいは今作っていただいている行動、えー、リストをですね日本語コースのシラバスに えー、することを目的にしたいと思います。はい。で、具体的には以下の3つですね。はい。1番、えー、線形モデル以外の学びの例を説明できる。2番、えー、行動リストの難しさを2つの視点で考えて、自分が教えたいレベルを特定できる、えー。3番ですけど、えー、そして最終的にですね、す、え、で、ー、に作っていただいた、あるいは今作っていただいている行動リストを えー、レベルを特定した CDS のリストに書き換えることができるということを今日の目標にしてみたいと思います。えー、この CDS というのは、えー、っと、このビデオでこれから説明しますが、簡単に言うとですね、皆さんが教えるときの自分のコースの内容の一覧を作ることができるという意味です。はい。えー、っと、次のページに行きたいんですが、よいしょ。動かない。はい、行きました。 で、はい、では早速あの最初のトピックです、えー、っと私も含めてですね文系シラバスを中心に勉強してきた場合は、えー、教える内容をですねどのように順番に並べるかということが、えー、気になることが多いんじゃないかと思います、えー、こういう考え方をですねリニアモデルとか線形モデルということがあります、えー、一本のですねまっすぐな道の上を前に進んでいくようなイメージなんですね えー、一本道では一度通ったところにはもう戻りません。また、この左側の写真のように、えー、積み木をですね、一段一段積み重ねていくようなイメージを持っている人もいます。えー、っとですね、これもあの、下の段をまず身につけないと上に上がれないという意味で、えー、リニアモデルの一種と考えることができます。一方でですね、行動中心アプローチの、えー、教科書では、 えー、モジュール式というタイプになっていまして、どこから始めてもいいようになっていることが多いです。えー、こうした教科書はですね。こうした教科書では、えー、何度も似たようなトピックを繰り返しながら上昇していくようなイメージなので。えー、螺旋形と言われることがあります。すみません。ちょっと。これスパイラルモデル、螺旋形という意味ですね。そういうふうに言われることが多いですね。 えーうん、また、その線形モデルではない、つまり非線形モデルの別のイメージとしてですね、有機的なモデルというのを説明している人もいます。えー、下の方に書いてありますが、オーガニックというやつですね。はいえー、これですね、最後の参考文献のところに、えー、ご紹介しますが、えー、ケン・ロビンソンの、えー、テッドトークというのが非常に有名ですので、えー、ぜひご覧いただければと思います。まあ、いずれにせよ、 えー、授業で習ったことはもう、えー、みんな既に知っているものとして扱う、えー、こういう線形モデルはもうすでにいろんなところで破綻が見えてきているんですねあの工場で機械を作る場合はですね最初からその部品なんかを全部ゼロから作ることができるので、えー、あのそれを確率的な工程に流し込んでベルトコンベヤでですね 組み立てるることができるんできんすけど人間というのはもっと多様で、えー、例えば人の遺伝子も全然違いますし人間が育ってきた家庭環境なんかもみんな違うわけですねでかつ、えー、人間の学びというのは本質的にですねもっと多様で無秩序なんですねですので、えー、こういう工場で、えー、ベルトコンベヤーであの製品を作るような考え方は人間の学びについては、えー、当てはまらないことが多い少なくともあの 平均的な、もうよっぽど典型的な人間を除いては、それはうまくいかない、えー、ようになってきているのが現代の教育上の問題だと思います。はいえー、ではですね、ここからは、えー、難しさの2つの視点というのをご紹介したいと思いますね。えー、これをご紹介するのは、今、皆さんに作っていただいている行動リストをですね、えー、コースのコンテンツにしていただくためです。 はいえー、っと同じ学習者が、1人の同じ学習者が対象の場合はですね、えー、初級の人がいきなり上級になったりはしないわけです。えー、ですので、あの学習者のレベルというのを想定しておく必要があります。えー、同じコースのコンテンツの中にレベルが違うものがバラバラに入っていると、難しすぎたり、簡単すぎたりしてしまうからですね。えー、ここでは、えー、その2つの視点と書いてありますけど、条件。 対象とといいいう2つをご紹介したいと思います、はいえー。条件と対象というのは、えー、JF 日本語教育スタンダードの CANDU ステートメントを構成する4つの要素のうちの2つですこの CANDU ステートメントというのは、えー、国際交流機器に限らず、えー、行動中心アプローチのコースデザインなどではいつも、えー もうほとんど毎日使われる概念ですね。えー、日本語では、えー、能力技術文と、あのーうん、翻訳されていますが、長いので、ここ長いのであのー、ここでは CDS、えー、まあキャン e ルステート m e n ですね。その略ですが、えー、CDS と呼びます。で、えー、うん、まあ、あのー、 その授業で何ができるようになるかを説明した短い文のことですね。で、一つ一つのレッスンの,あの目標になったり、あるいはその評価の基準になったりします。えー、で、あの <laughs> 目標や評価に使うので、文末はするではなくて、できるなどの能力を表す形になっています。行動中心アプローチでは、言語ではなくて行動から考えますが、その一つ,の一,つ一つの行動を 表した文系シラバスで教えてきた人はそれまであの授業の目,目標や評価基準が、えー、教えた文系が使えることだったと思いますけど、えー、つまり教えた文系が使えることだったと思いますけど行動中心のアプローチで、えー、その文系の代わりにあるものがこの CDS だと思ってください、えー、例えばその文系シラバスの場合は「えー、と明日手形をね 教えなきゃいけないから大変とかいうことがありますよね。でそういうときに行動中心アプローチでは、適応ではなくて、こういう CDS を使うわけです。はい。で、えー、あの JF 日本語教育スタンダードではですね、えー、この4つ、ここに書いてありますね、1番条件、2話題場面、3対象、4行動、えー、この4つが CDS をあの構成する要素とされています。えー、とですね、 まあ、例えば、この一番下に書いてある文章ですね。えー、これは国際交流基金の JF 日本語教育スタンダードの一番簡単な A1 レベルの CDS の一つです。最初の、えー、海岸でのゴミ拾いのボランティアをしているとき、これがですね、この4つの構成要素のうちの2番目の、えー、話題場面ですね。で、えー、この CDS の次に来ている 実際にやり方を示しながらゆっくりとはっきりと話されれば、この部分がこの4つの構成要素のうちの1番の条件に当たります。えー、でその次のですね、この CDS のその次にあるリーダーのごく簡単な指示でありますね。これが、えー、4つの構成要素のうちの3番目の対象になります。そして、えー、とこの CDS の最後の それを聞いて理解することができるというのが、えー、CDS の構造の4番目にある行動の部分になるわけですね。はい。えーまあ、たこれは全部説明するとちょっと時間が,長時間がかかってしまいますし、えー、あの2番の話題とかです、ね、4, 番あの4番の行動に関してはあまりバラエティがないのでバリ,バリエーションがないので、えー、今日はですね1番の条件と 3番の対象に限定ししてご紹介したいいと思います、はいえー。なおこの後ですね A1 とか A2 という言葉が頻繁に出てきますがこれは初級中級上級などというのと同じようにですねそのあの学習者がその言葉をどのぐらい上手に使えるかを表したレベルのことです。 えー、一番左の方に A1、A2 というのがありますね。この A レベルが、えー、基礎段階の言語使用者ですね。えー、で、その次に B1、B2 というのがありますが、この B レベルというのが自立した言語使用者です。はい。で、一番左の、すみません、右の方に C1、えー、C2 とありますけど、これが熟,熟達した言語使用者。えー というわけですね。すみません、今 iPhone の s i i がなぜか反応してしまいました、はいはいえー。で、その、ここに書いてありますように、ABC のそれぞれに1と2があるので、全部で6段階になります。えー、でこのイラストは、えー、国際交流基金の JF 日本語教育スタンダードの資料から引用しています。はい、まずですね、条件について、えー、ご紹介したいと思います。えー、これはですね、あの、 えー、ここに書いてあるのは JF 日本語教育スタンダードの A1 の CDS からよくある例を、あのー、よくある条件の例を抜き出したものですねはいちょっと読んでみましょうモデル文があれば自分に向かってゆっくりとはっきり話されれば辞書を使うことができれば周りの騒音が少なければ、えー、ゆっくりとはっきり簡潔に話されれば、えー、これらはですね A1 レベルの、まあ、非常に典型的な例ではあるんですけど、しかしですね、あのこうした表現があれば、あのいつも必ず A1 というわけではありません。まあ、例えばですね、僕自身は今、カナダに住んでいて、英語のレベルはですね、まあ、少なくとも A1 よりは高いと思うんですけど、えー、でもゆっくりとはっきり簡潔に話されてもですね、例えばアイスホッケーの話題だったりすると、あのー、ちょっと理解できないこともあるんですよね。もうその人が そのプレイヤーがどこにいるか、どのチームに入っているかとか、そういう知識がないと全然会話についていけなかったりします。はい。で、えー、そういうことがですね、次にご紹介する対象の部分に関係してくるわけですね。はい。えー、これがその JF スタンダードの A1 の A1 レベルの対象の一覧です。これは要するにですね、えーまあ、話したり聞いたり書いたり読んだりする内容のことです。 まあ対象って書いてありますけども内容と理解した方がいいと思います、はいえー、ちょっとこれも読んでみましょうごく基本的な質問挨拶感想自分の国自分の名前簡単な定型定型表現で <laughs> 暗記した短い簡単な定型表現あ,るかあらかじめ準備した短い表現ごく簡単な指示短い簡単なメモ定型の簡単なメッセージ ごく基本的な情報、生活の中でよく見かける何か、えー、具体的で基本的な事務作業、えー、こうしたものがですね、えー、A1 レベルの CDS に出てくる対象の、えー、一般的なものです。えー、先ほど僕がですねあの、ゆっくりかん、はっきり簡潔に話されていても、アイスホッケーの話題だと理解できないことが多いというふうに申し上げましたね。えー まあ僕はですね、実はその一般的なカナダ人と違って、えー、アイスホッケーのことはですね、ここに書いてあるような、あの生活の中でよく見かけるとかですね、えー、そういうものではないんですね。えー、まあつまりですね、その、先ほどご紹介した、えー、ゆっくりとはっきり簡潔に話されればというような条件と、えー、ここに書いてあるような対象の、その両方が A1 レベルじゃないと、あのそれ以上の、 えー、レベルの設定になってしまうことがあるわけです、はいえー。先ほどですね、対象と条件の両方の組み合わせでレベルが変わるというふうに、えー、申し上げました。それでは、どのように組み合わせ,組み合わせれば、えー、例えば一番簡単な A1、AH、レベルに設定することができるんでしょうか。ここではではすね、えー の全体的な尺度というものを3つご紹介したいと思います。3つです。はいえー、これもですね、えー、JF 日本語教育スタンダードの資料から引用したものです。えーはい、まず最初ですね、えー、具体的な要求を満足させるためのよく使われる日常表現と基本的な言い回しは理解し、用いることもできる。 はいえー、ここではですね、条件がないということにご注意ください、えー。ちょっと長いですけど、具体的な要求を満足させるためのよく使われる日常表現と基本的な言い回し、これ全部が対象になりますね。はいまあ、例えば、トイレはどこですかとか、そういうのがまあ具体的にない欲求になると思うんですけど、えーまあ、そういう質問はどんな状況でも、どんな条件でも言うことができて、 えー、そこの右側ですとか、そういうことなら、まあ、特にゆっくり言ってもらわなくても分かるぐらいのレベルですね。それが A1、AH、レベルです。はい。次、2番目です。あ、ちょっと待ってくださいね。はい、2番目です。はい、えー、とですね、えー。自分や他人を紹介することができ、どこに住んでいるか、誰と知り合いか、えー、あるいは持ち物などの個人的情報について、質問したり答えたりできると。はい、これが2番目です。 ここにも条件がないわけですで対象としては自分に近いことで具体的なことというわけですね、はい。はい。では最後3番目の例ですね。もし相手がゆっくりはっきりと話して助け舟を出してくれるなら簡単なやり取りをすることができると。 えとこちらはですね、逆に対象が簡単なやり取りだけになっていますね。その代わりに条件がたくさんついています。この申しのところから出してくれるならまでが全部、えー、条件になるわけですね。この条件もまあ典型的な A1 の例と思っていいです。うん、はい。で、ここからはですね、えー、課題の説明です。はいえー、と次のズームの後の え一週その後の1週間でやっていただく課題は、ですね、えー、この後その今です、ね、皆さんに作っていただく、あるいはその9月3日までに作っていただくことになっている行動リストを、えー、CDS の、あ三3日じゃなかった、すみません、9月9日までに作っていただくわけですね、9月9日までに作っていただく行動リストをですね、えー、CDS のリストに変えるという、こういう作業です。 えー、でもしかしたら、ね、A1 とか A2 というレベルが皆さんにはまだピンとこないかもしれませんね。でそういう人は A1 レベルの行動リストを作ってみてください。要するに一番下なので、えー、考えやすいと思います。はいえー、ただしです、ねまあ、どうしてもその行動リストが日本語の勉強を始めたばかりの人には合わないと、そういう場合は、えー、もちろん上のレベルにしてくれても構いません。 なお、ここでいうレベルというのは、えー、あくまでも目標のレベルであってですね、えー、もうすでにこれができるという、そういうレディネスのレベルではありません。ですから、あのこれから、えー、コースを受ける人が、これがまだできなくても当然なわけなんですね。はいえー、実際の作業なんですけど、えー、まずですね、皆さんの行動リストの中から、言葉を使うものを選んでください。 で一見、ですね、一見その言葉を使わないように思うものでもですね、えー、細かく分けてみると実は、例えば表示を見たりしなければいけないものがあったりしますでそういうあの見るだけの言葉、あ行動も、えー、このリストに残してください、えー、で日本語の初心者には難しいと思ったらですね、えーまあ、A1 レベルになるように条件をつけたりあるいは対象を、えー、もっと簡単なものに制限するとか いうようにしてください。そして文末のするなどを、えー、できるなどに変えてください。はい、可能動詞って言いますね。こういうのをね。はい。うん、はい、えー、これは例です。えー、っとですね、これはですね、このあのコースのあのこれまで取ってくださった皆さんがあの作ってくださったものの例ですけど、えー、行動としてはですね、あの。 あこれはですね、その幼稚園の子供を持つお母さんがする行動です。はい、でこれを CDS に変えるわけですけど、えー、行動としては、重要な手紙、そうでない手紙を分けるという行動があります。でこれだと、もう本当に A1 レベルとしてはちょっとあの、とても手が出ないというふうに思う人がいるかもしれませんね。でですので、えー、このこ CDS にあの まず条件をつけるわけですねあの。辞書を使うことができればというふうにすると、もっと下のレベルにすることができます。で最後の部分も、えー、分けることができるというふうに文末を変えているわけですね。うんえー、で次はですねあのデイサービスでのお仕事というあの行動リストのうちの一つです、えーこあの。行動リストの中の行動としては、お弁当屋さんに電話で注文する。 という行動だったわけですね、まあ、これも H レベルではちょっと難しそうだと、えー、思いますけど、ここにですねあの、周りの騒音が少なければとか、ごく簡単な定型表現でというふうに条件をつけると、だいぶあの簡単になってくるわけですね。それでもまだ難しいかなと、もし思ったら、さらにですね、えー、ゆっくりとはっきり簡潔に確認をしてもらえればという。 もう一つは条件をつけてみました。えー、そうすれば、もうかなり、あの、A、1レベルらしくなってくるのではないかと思います。はい。えー、こういうですね、CDS というのは、慣れないうちはですね、よくわからないと思いますので、えー、まあ、もし余裕がある人はですね、他の例をたくさん見るのがいいと思います。で、あの、ここに2つリンクがありますけど、 最初のリンクは、えーと、僕がですね、個人として作ったものです、えー。ソーシャルメディアを使って日本語を勉強する人のためのこの A1 の CDS のリストですね。えー、あと、下のリストは、これは Excel のファイルなんですけど、えー、A1 から B2 までの4レベルの CDS がですね、大量に載っています。もう何百という載っていますね。いくつだったかな。ちょっとすみません、具体的な数字は覚えてませんが、本当に何百という CDS が えー、データになっていますこれはあのダウンロードして、エクセルなので、えー、ダウンロードしてですねフィルターをかけると、例えば A1 レベルのみ,のみで、えー、ビジネス日本語の CDS の一覧などを見たりすることもできるわけですね。き、はいえー、今日はですね、えー、CDS を中心にその作り方をご紹介してきました。なんかちょっとこれ ってますでに、えー、勉強を始めている人を対象にしたコースを作る場合はです、ね、この A1 ではやっぱりふさわしくないですよね、簡単すぎますから、その場合はこちらの参考書も、えー、ぜひご覧ください。えーっとですね、この JF 日本語教育スタンダードの CDS のリストにです、ね、フィルターをかけて、 それで自分が開発したいコースの CDS のリストに近いものを作ることもできます。この一番上の村ログっていうのは、これ僕のブログですけどね。はい。それがそのリストです。あのリンクです。はい、はいえーで。この下の方のリンクでは、あのその、えー、実際の操作の画面を、えー、録画しています。 で基本的にはです、ね、皆さんが作った行動リストをもとに CDS のリストを作っていただきたいんですけど、えー、JF スタンダードの CDS のリストを見てみると意外とです、ね、あこんなことも必要だなというふうに思うこともあるかもしれません、えー、日本語のコースにするには CDS の数が足りないと思う人もこの、えー、JF スタンダードの CDS のリストを利用するのはいいアイデ,アだ,いいア,イデアだと思います ただし、ですね、これあの、毎年いらっしゃるんですけど、あの自分で作る前に、この CDS のリスト、JF スタンダードのリストを見てしまうと、ですね、えー、もう全然特徴的ではないあの、平凡なリストになってしまうことがよくあるんですね。ですので、えー、必ず最初に、まず自分でリストを作ってみてください。それで足りないときには、えー、この、あのー、JF 日本語スタンダードのリストも参照するという。 そのぐはいではあの課題をもう一つもう一度あの、えー、ご紹介したいと思います、えー、今回の課題は、えー、今皆さんが作っていただいている行動リストをですね CDS のリストに、えー、書き換えるというものです、えー、これはあのカナダ東部時間で9月16日の午前11午前11時までに えー、ご提出しください。提出というのは、あの、スラックのご自分のグループの中で、えー、共有するということで結構です。はい。えー、これ日本時間では、えー、16日の、えー、24時ということになりますね。はい。はい。では最後に参考文献をご紹介します。これ、あの、あ、またちょっと動かさないとね。はい。えっ、ー、と、これは、あの、 このプレゼン、このビデオの中でご紹介したケン・ロビンソンという人がテッドトークで話している、えー、ものです。これはですねあの、元はもちろん英語なんですが、日本語の字幕もあのご覧になることができるはずですね。はいえー、あとあの、実際の CDS の,、えー CD のですね、説明についてですね、えー、この JF 日本語教育スタンダード審判日本語 あすみません利用者ガイドブックというものの12ページから19ページの間ですね、えー、この 6, ペ6レベルの,あの説明とですね、えー、CDS の使い方などが詳しく書いてあります。はい、はいえー、とそれではあの本日、今週のビデオはここまでとさせていただきたいと思います。またですね、ズ、えームで、えー、皆さんにお会いできることを楽しみにしたいと思います。